はいどうもブラッドです。ということでエンゼルス3連勝を果たしました。いいですね。ちなみに今日の勝利で今季の対マリナーズ、明日1試合残してますけど、もう現時点ですでにこのカード勝ち越しを決めています。相性とか月とかありますけどね、上のチームに勝ち越してるっていうのは、まあ一つ自信にしてもいいんじゃないかなと思います。あとこのカードね、まあ昨日で連勝してワイルドカード争いこうぐちゃぐちゃにねかき乱せたらいいなって話してたんですけれども、残りのマリナーズのね日程見たらあんま関係ないですね。ここでうちが勝ってもマリナーズの残りのお相手めちゃくちゃ余裕でした。もうほとんどね、ほとんどっていうか全部エンゼルスより下です。これで負け越そうっていう方がかなり無理な話なので、まあマリナーズさんはまず余裕でプレーオフには行くでしょうね。これね、あのフラグでも何でもないです。普通に行くと思います。はい。ちなみに現在ワイルドカードレースこうなってますね。オリオールズが4ゲーム差で追っていると。今日オリオールズもねブルージェイズに対して劇的な逆転勝利上げてます。9回に3点取って逆転勝ちしました。オリオールズ死んでねえぞって、俺たちまだ生きてるぞってねいう感じで頑張ってます。上3チームが圧倒的有利なのは変わりませんが、最後の最後まで何があるか分かりませんからね、ここもこれから注目したいと思います。で今日の試合はというと内容非常に良かった。ああなんか強いじゃんって思いましたもん。でデトマーズもね一つ勝ち星先行して、これはね本人にとっても非常に素晴らしいことだと思いますよ。メジャー2年目のシーズン、まあローテーション一時離脱はありましたけどね、ノーヒッターあり、イマキュレートイニングありと、持ってる潜在能力を遺憾なく発揮してくれてると思います。もっともっとできると思ってるんでね、これからもどんどん勝っていってチームに貯金をもたらしていってほしいですね。あと今日ねジャッジが打ってね、5打数4安打2ホーマー59号、いやおかしいって、打ちすぎでしょ。これでね三冠王まであと打率1厘もありません。首位打者のルイス・アライズからも1厘もありません。これもう三冠王61本更新ってなったらもう圧倒的にジャッジが MVP 候補になるので、これとセルンだったらもう大谷選手もう最低でも40本は打って、もう残りのピッチングもノーノーとか最終試合でパーフェクトとかやればね、もうそれぐらいインパクト残さないとねきついと思うので、まあこれお互いですけど、もうとにかく頑張ってほしい、もうそれしかありません。じゃあ去年振り返っていきますけど、まず初回ねレンヒーフォーキャリア初です、先頭打者ホームラン、もうここもうよく打ちますね。ゴンザレスの高めに浮いてきた球でしたけどね、バチコーンとよくスタンドインさせました。お相手の出鼻をくじきデトマーズに勇気を与える一撃でしたね。さあところがデトちゃん、2回は2アウトからピンチを招いて失点。今日2アウトからランナー出したりっていうのが多かったんですね。あと全体通して、まあ、フォーシームもスライダーもカーブもちょっと制球ばらついてましたかね。まあここムーアはね完全にいい当たりでレフトオーバーだったんですけど、フレイジャーはね追い込みながら外にね流れるスライダーが中に入ってしまって、でそれもね詰まらせてはいるんですけどショート後方にラッキーヒット、まあ不運な形での失点となりました。でその後トロも続かれてねワイルドピッチ、ここ序盤で非常に大事だったんですけど、なんとかラストバッター笠井は打ち取ると。ここでとまず本当にねよーく粘ってくれたと思います。追いつかれたけど3回、今日メジャー初スタメンとなったリバン・ソト、ここでメジャー初ヒット生まれました。おめでとうございます。本当にすごい、素晴らしい素晴らしい。これね打った球もね全然簡単じゃなさそうでしたけどね、インコースのこの球うまーくねもう回転と腕の畳みとで打ったような感じがします。素人です、言ってるの素人です。でもこのヒット見たらね、まあマイナーでももうすでにそうですけどヒットメーカーだなーっていう感じでしたね。これからもね出場機会ありますでしょうから、たくさんヒット打ってたくさん出塁するところがきっと見られるでしょう。そしてレインヒーフォーまた打った、もう9番出て1番で返す最高。
レンヒーフォ、一昨日キャリア初の1試合2発打ったと思ったら、また今日2発。これで今季15号、素晴らしい。今季15本のうち、実に7本がマリナーズ。どうなってんの、レンヒーフォ、トラウトといいさ。どんな恨みがあるかわかんないですけどね、非常に頼もしい。ちなみにこの試合の終了時点で、レンヒーフォはウォードよりも打率高いですし、長打率も高いです。かなり攻撃的に成長を見せてますね。もう連日言ってますけど、もうブレイクが凄まじい。レンヒーフォ入団はマリナーズですけどね、この相性を考えたら同地区のエンゼルスに来てくれて本当に良かった。レンヒーフォにとっても良かったね。そして直後の4回デトマーズ、ここもね、2アウトでフォアボール、しかも盗塁でね、ピンチを背負う。でフレイジャー、さっきタイムリー打たれましたけど、ここもね、もう打たれた瞬間やばい、抜けたと思ったらトラウトランニングキャッチ、さすがの走力でしたね。ここはトラウトナイス守備でした。そしてデトマーズの最後6回、またここピンチ作るんですけどね、そしてまたまたフレイジャー迎えるところで、もう101球だったんでね、うわ、いつものネビンなら交代かーって見てたんですけど、続投。そしてそれに応えるデトマーズ、サイコーサイのコー、よく6回1失点でまとめました。今日三振が少なくてね、本調子には見えなかったんですけれども、よく粘って勝ちにつながる投球をしてくれました。ナイスピー。1点差のまま終盤7回、お相手ゴンザレスまだ続投。ただやってくれました、リバンソト、メジャー初ホームラン、あーおめでとう、本当におめでとう、そしてありがとう。打った場面も最高。ここまたインコース、難しい球でしたよね。これ打った瞬間いい当たりでしたけど、まさかスタンドまで届くと思いませんでした。素晴らしいバッティング。前のガーディアンズ戦でお相手のルーキー、オスカー・ゴンザレス、今ね大活躍してますけど、そんなルーキーエンゼルスでも頼むよって言ったら、頼んだら出てきました。やりましたね、シンデレラボーイ。初スタメンで初ヒットにホームラン。ちゃんとマイナーにいるじゃないか、しかもダブル A。 今季ベラスケスもね、もう終わっちゃって、フレッチャーも IL 入ったんでね、どんどん試合ね出ます。まだ2試合ですけど、守備もそつなくこなしてます。来年楽しみです。まだまだこれからがもちろん大事ですけどね。残りの試合、また一つ楽しみが増えました。リバンソト、若干22歳。まだまだ行くぞ。そして、ホームランボールは無事、リバンソトの手元に届きました。めでたし、めでたし。そして最後、ノーアウト2塁からキハーダでしたけど、今日も三者凡退。タイガース戦でちょっとおかしくなりましたけど、ここ5試合は無失点。キハーダ、いい投球続いてます。ナイスピー、ナイスゲーム。今日全得点ホームラン。ただその一発もね、先制、そして勝ち越し、さらにダメ押しと、非常に効果的な一発でした。レンヒーホニーホーマー素晴らしい。トラウトは今日一休み。翔平さん、シングル一本。登板翌試合でしたけどね、今日は一発は出ず。で、ウォードヒット一本で、フォードも今日二本いいですね。ステファニック今日ノーヒットでしたけど、あとちょっとだと思うんですよね。アウトになってるのはフライだったりしてるんですけど、いい感じでは捉えてると思うので、このままもうしばらく使い続けてほしいですね。そして外は何度も言ってますけど、とにかく今日はおめでとう。素晴らしい一日になりましたね。もうこれからはね、外といえば、不安でもない、グレゴリーでもない、リバンですよ。エンゼルスの未来を託した。エンゼルス内野陣メンツ結構揃ってますけどね。その中でも外せない存在になってほしいです。リバンソト、今日からメジャーのキャリアスタートです。エンゼルス優勝のためにお願いします。頑張ってくれ。デトマーズは6回1失点のクオリティスタート。ヒット4本、フォアボール2つで、デッドボールも1つで、三振が3つと。今日6イニング中4イニングはランナー許す展開でしたけど、本当今日はただただよく粘ってくれましたね。あと1本を許さない、そこで踏みとどまったっていう部分は素晴らしかったですね。で、今日ブルペンも3イニング無失点。テペラは8回は3者三振でしたからね。みんな素晴らしいピッチングを見せてくれたと思います。ナイスピッ！いい感じで3連勝しましたからね。明日も勝って気持ちよく
今季マリナーズ最終戦締めることにしましょう。先発ピッチャーエンゼルスはスアレス、お相手ローガン・ギルバート。手強い相手ですけどね。とにかくマリナーズ相手には序盤からリードを許さないことが大事。スアレスにかかっています。明日も主力から若い選手から全員野球でいい試合をしてまた勝ちましょう。はい、ということで今回の動画以上といたします。ご視聴誠にありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。レッツゴーエンジェルス。バイバイ。